はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。ついにですね、シークレットネットワークの方がですね、ビジョン、爆発的なビジョンということで、基地の方がありましたのでお伝えしようと思います。はい、スーパーノバがということでね、はい、もうすぐね登場ということになってます。はい、シークレットネットワークなんですけどもね、プログラム可能なプライバシーと呼ばれるものが、導入されてされたわけなんですけど、これはですね、デフォルトで全てをね公開するのではなく、最終的にユーザーと開発者がデータの使用方法と共有方法を制御できるようにする分散型アプリケーションの大規模な進化ですと。シークレットネットワークがプライベートスマートコントラクトを開拓してから1年になるということで、ついにスーパーノバでさらに爆発的な一歩を踏み出す時が来ましたというふうにありまして、シークレットはですね、 Web3 のクロスチェーンプライバシーファーストプラットフォームとして確立し、DeFi、NFT などの何百もの新しい独自のユースケースを可能にする主要なネットワークアップグレードですというふうにありますね。はい、これによってね、どういったことが起こってくるかというと、スーパーノバはですね、IBC 統合を導入し、最終的にシークレットネットワークをね、コスモスエコシステム全体のブロックチェーンに接続すると。そして、イーサリアム、BSC、モネロ、テラ、ポルカドットなどへのね、ブリッジに加えてということで、はい。IBC を使用すると、SCRT を、クロスチェーン、コスモスアプリケーション、オスモシスと、グラビティデックスなどですね、で使用できると。そして、コスモスエコシステム全体にプライバシー機能を提供できるということで、非常にね、これ期待されているんですね。分散型ウェブのデータプライバシーハブとしての地位がさらに強固になり、成長と採用の次の段階が開かれるということになってますね。はい。このシークレットネットワークのね、技術、プライバシー技術っていうのはですね、非常に注目されていてですね、ブロックチェーン、オープンなわけですけども、その中でプライバシーを守るといったところでですね、必要になってくる技術ということになってます。シークレットネットワークがですね、いよいよですね、IBC に統合してですね、はい、そして、コスモスエコシステムだけではなく、イーサリアム、BSC、モネロ、テラ、ポルカドットなどにですね、機能を提供できるということに、ね、なってきます。はい、それからですね、そのプライバシーだけでなくですね、スーパーノバは IBC に加えてネットワークのアップグレードやシークレットネットワークを消費者向けアプリケーションにシームレスに統合したい、企業向けのワークフローを大幅に簡素化する追加モジュールなど、多くの主要なネットワークの改善も導入ということになっているみたいですね。チェーン間アカウントのサポートを追加し、ランタイムに新しいコスムワズムの改善をもたらすと。超新星のアップグレードに加えて、メインネットで起動する新しいシークレットアプリケーション、新しいパートナーとコラボレーター、そしてユーザーと開発者のための何百もの新しい可能性があると、はい、言った記事になってますね。ブロックチェーンはですね、オープンでね、信頼を必要としない分散型アプリケーションをね、構築する能力を開くと。ただし、実際に役立つには、データプライバシーを提供する必要があると。機密データを単一のエンティティのバックエンドに保持する従来のウェブ、そしてモバイルアプリケーションですね、とは異なり、ブロックチェーン上のすべてのものはデフォルトで公開されていると。これにより深刻なアプリケーションの構築が不可能になると。ユーザーは自分のデータ以外のデータに精通してはなりませんということでね。はい。多くの場合、プライバシーの欠如は機能の制限に相当する。例えばゲームではキーポイントに到達するまで、状態データを非表示にする必要があることがよくありますと。はい、誰もがお互いの手を見るポーカーゲームを想像できますかということでね。はい、そういった意味でもですね、ブロックチェーンはオープンということで、はい、全ての人にね、公開するということで、一つ、重要なポイントではあるんですが、はい、プライバシーというところはですね、欠如しているわけで、シークレットネットワークによって、ね、プライバシーを守ることによって、さらにですね、いろんなことができていくといったことになってきますね。はい、最初で唯一のね、プライバシー保護分散型スマートコントラクトプラットフォームですということでね、過去数ヶ月の間に他のチェーンからプライバシー保護資産に数億ドルが流入するのを見てきましたと。
まあ、現在数十人の開発者が素晴らしいアプリケーションの構築に積極的に取り組んでいます。プライベートペイメントが組み込まれた暗号化された電子メールプラットフォーム、そして分散型データマーケットプレイス、デフォルトのプライベートステーブルコインなど様々なものがあると。はい、まあ、次のフロンティアを探求する時が来ましたということで、はい、今回ね載ってますね。 Web3 のクロスチェーンプライバシープラットフォームになることということで、まあ、その長期ビジョンとしてはそういったことがあってですね、シークレットが内部で享受しているプライバシーのメリットを分散型ウェブの全てのチェーンとプラットフォームにもたらしたいということですと。はい、これ可能になってくると思います。はい、まあ、デフォルトでねっていうことになってきますけども、開発者アプリケーションエンドユーザー、はい、シークレットネットワークによって保護された全体的なボリューム価値、シークレットのプライバシー機能を使用する他のネットワーク上のアプリケーションとね、3つあるわけですけど、はい、それからシークレットにですね、大量のアクティブボリュームを取り込むために少数の影響の大きいアプリケーションに焦点を当てることを、信じていますと。これはですね、テラの親友が採用しているアプローチですね。はい、まあ、テラスワップ、ミラー、アンカーなどなどありますけども、シークレットエコシステムのエニグマやその他の人々が非常に効果的であると信じている戦略ということでね、はい、まあ、テラとねコラボというか、そういったニュースもありましたけども、はい、このテラとの接続っていうのがですね、非常に面白いんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、大規模なブリッジネットワークを備えたシークレットスワップの導入はその方向への第一歩でしたと。イーサリアムブリッジだけでも1億5000万ドル以上の TVL を確保し、クロスチェーン資産で6億ドル以上のボリュームを移動しましたと。私たちの具体的な目標はそれらの量の少なくとも5倍から10倍の数を取り込むことを試みることですということでね、移動中の TVL が約10億ドル、資産が数十億ドルに達すると、シークレットは新たな高みへと駆り立てられる可能性がありますということになってますね。ということでね、非常に面白い展開になってきてますね。コスモスベースで作られたね、いろんなねプロジェクトっていうのが非常に優秀というかね、それぞれ特徴がありますよね。そしてこのシークレットっていうのは、プライバシー系ということになってきますけども、その他ですね、最近バンドプロトコルのオラクルの、データをですね共有できたりとか、そして今後ですねコスモスが共有セキュリティという形でね貸し出していったりとか、いろんなんですね技術がね、コスモスエコシステムないし IBC をね通じてですね、共有されるということがね、起こってくると、はい、想像できるんですね。はい、そうした時にそういった技術をね共有できる環境っていうものがですね、本当に、コスモスのね、はい、特徴となってきていると思いますので、それがですねまだ始まったばかりといったところでね、IBC もつながってきているというところなんですね。はい、そういったものが増えてくればですね、本当にね今後ね、コスモスの可能性っていうのがねどんどん広がってくるんじゃないかなと思ってます。はい、目先はですね価格が上がってないとかね、そういったこともあると思いますけど、こういった、ね、技術がですねどんどんつながってくるということが言えるかなと思いますし、こういったことで、いろんなね他のプロジェクトもね、興味を示してくるんじゃないかなというふうにも思います。そういったね技術があるということでね、コスモスは本当に、僕はね、注目かなと思ってます。はい、ということで、本日は以上となります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。